小村和都氏は、日本の政治家、運輸、国土交通官僚。広島県呉市町、日本下水道協会会長などを歴任した。広島県呉市出身。呉市立阿賀中学校、広島県立高校等学校卒業。1966年4月、国税庁広島国税局入局。1967年4月、呉税務所に配属。 1972年3月、中央大学小学部卒業。同年4月、運輸省に入省、鉄道監督局総務課配属。1998年、近畿運輸局運行部長。2000年、運輸省航空局地域、航空活性化対策室長。中国運輸局企画部長を経て、2001年8月、国土交通省を退職。 2001年11月4日に行われた、呉市長選挙に立候補するも、現職の小笠原な成に敗れ落選。2005年11月6日に行われた市長選挙で、前回敗れた現職の小笠原との一騎打ちを制し、初当選。11月19日、市長就任。2009年、元安浦町長の沖田則彦を破り再選。2013年、 前回戦った沖田を破り、3期目の当選。同年日本下水道協会会長に就任。2017年11月12日に行われた市長選で、元財務官僚の新原義明に敗れ落選。2015年12月に完成した市役所新庁舎呉市役所の旧庁舎は1997年1月に実施された耐震診断で、震度6程度の地震で、 戦乱破壊の恐れがあるとの結果が出た。小村は2005年11月の市長就任時に、庁舎建設は、長年の懸案事項であるが、まずは、財政の健全化を優先すると明言し、その後、2010年から新庁舎の建設基金として、毎年5億円の積立を開始した。新庁舎の建設工事は2回にわたって入札が、中止され、市は、 一般競争入札方式に変更した。2013年7月にようやく御用建設が133億3500万円で落札。ローム単価及び建設資材費の上昇により2回インフレスライドを適用し最終的な工事費は139億8200万円となった。巨額の支費が投じられことから建て替え推進派を誹望する会文書が出回るが、 小村は、どんなにボロクソに言われても、自分の代で決着をつけると跳ねのけ、2015年12月28日、市役所新庁舎は完成した。ありがとうございます。